Hi guys, this is Meg. こんにちは。グローバルイングリッシュでいこうの Meg です。いつでもどこでもどんな国の人とでも一緒に働きたい人のたちのためにグローバルイングリッシュの ABC をお伝えしています。今日は一番最初の回ということで他国に行った時に最初に覚える言葉 Thank you をやります。実はこの Thank you ですが多くの日本人がちょっと残念な使い方あるいは使っていなかったりします。海外に行った時にあ、言ってない、あ、なんか小さいという感じで、聞いている私が残念という気持ちになってしまったので今日第1回目として取り上げてみました。また特に英語に少し慣れてしまった人が陥りやすい罠でもありますので気をつけてみてください。グローバルイングリッシュの ABC について、読み解いていきたいと思います。では最初に質問です。 Thank you、 カジュアルに言うと Thank you、 Thanks、 Thank you very much、 Thanks a lot、 この4つぐらいが考えられます。この4つを使うときにどんな意識で使うか、皆さんに質問です。シチュエーション的に欧米に旅行に行ったときのことを考えてみてください。1、まず最初に飛行機に乗ったとき、スチュワーデスさんからおしぼりをもらったとき、コーヒーをもらったとき、最後に搭乗口で挨拶されたとき、なんて言ってますか？ 2、 コーヒーカフェですね、カフェやレストランで案内されたとき、料理を注文したとき、なんて言ってますか？ 3、 コンビニ、スーパーマーケットでお金を渡してお金を、お釣りを返してもらったとき、なんて言ってますでしょうか？多くの方が何も言ってないじゃないでしょうか。これは実は仕方のないことなんですね。というのも日本では公の場で何かサービスをしてもらうというのが当たり前になっています。ですのでこうありがとうございますと言われても、お店の人に言われてもこちらからありがとうってあまり返さないですね。ですがプライベートに何かしてもらった時というのはありがとうと使うと思います。このニュアンスとしては、日本と欧米社会での文化習慣の違いがあると意識してください。で、この理由として欧米は多民族国家なんですね。その場その場で常にコミュニケーションを完結させる、気持ちよく過ごすということが大前提にあります。はい、ではちょっとしたことでも感謝そして敬意を表現するということに気をつけてみることが大切です。続いて B、 行動ですね。どういう時にこの Thank you と言えばいいのか、さっき例えばでシチュエーションが上がっていましたけれども、そういう時に脊髄反射的に言ってみてください。何かしてもらったら Thank you、 何かしてもらったら Thanks、 あるいはちょっと丁寧に物を包んでくれたとか、あ、よかったなと思ったら Thank you very much、 Thank you so much と言ってみてください。この感情を込めるということがコミュニケーション上でとても大切です。今日使ったのはこの、単語の使い方、フレーズの使い方として4つですね。 Thank you、 Thanks、 Thank you very much、 Thanks a lot、 この4つをまず覚えて率先してどんどん脊髄反射的に使ってみてください。また旅行に
行った時必ずしも欧米ではないことがありますね。アジア好きな人、アフリカ好きの人、イタリア好きな人、まあ、いっぱいいると思います。そうした時にまずこの4つを身につけて、それからその国の文化にのっとった言葉を使ってみるといいと思います。例えばタイですと両手を合わせてコップンカーと言いますね。はい、全然発音ダメでしたけれども、トライしてみてください。今日の詳しい解説はこちらをご覧ください。 So, thank you very much for watching. See you next time.